グロスモント大学はカリフォルニア州サンディエゴ市郊外のエルカホンにある州立コミュニティカレッジ。カリフォルニア州大学システムが運営するキュヤマカ大学との姉妹校でもある。サンディエゴ近郊にあるユーシアスド、サンディエゴ州立大学、サンディエゴ大学やその他のカリフォルニア大学あるいはカリフォルニア州立大学への編入システムが充実している。 その他にも職業訓練や純学志望等のシステムもあり、会計やコミュニケーション等が人気である。費用等は留学生にとっても比較的控えめに設定してあり、地元学生にとってはかなり経済的に通える。在学生都数は2014年度において留学生、含め18,095人大学自体は丘の上に立っているようなイメージで交通には、 車が適切と思われるが、いくつか駐車場があるにもかかわらず、車で通学する学生が多いため、駐車スペースを探すのが大変である。大学内にある駐車場には交番があり、駐車場のパトロールに当たっている。キャンパス内は全面禁煙で、喫煙が発覚した場合、罰金400ドルを支払わなければならない。なお、駐車場を利用する者は、事前に駐車許可証を、 オンラインにて購入するか、1日だけ利用する場合は、その都度、駐車料金を支払わなければならない。1ヶ月の駐車許可書は40ドルであり、1日の使用料金は2ドルである。駐車場の使用可能な日時及び時間帯は、月曜日、木曜日は午前7時午後11時まで、金曜日と土曜日は午前7時午後5時まで。しかしオートバイについては専用駐車場にて無料で、 駐車可能である。留学生の比率が著しく高く、キャンパス内では様々な国籍の生徒が見られる。カレッジキャンパス内の憩いの場、グリフィンセンターの屋根にはキューブ状のイルミネーションが設置されており夜になると光る。キャンパス周辺にも多種多様なアミューズメント施設があり、グロスモントセンター、オンキュービリヤード、セブンイレブン等に徒歩でのアクセスが可能。 学生たちにより開かれているクラブ活動も盛んで、アラブ語クラブや討論クラブ、インターナショナルクラブ等非常にバラエティに富んだクラブが多数ある。2016年10月18日の午後3時ごろ、グロスモントカレッジキャンパス内の駐車場に銃を持って歩いている部外者がいると通報があり、キャンパス内の安全確保のため教室内外の封鎖を行うという事件が発生した。 周囲の確認の結果、問題なしと確認され、1時間後の午後4時ごろ、教室及びキャンパス内の建物が開放された。グロスモント大学は、サンディエゴ軍内有数のコミュニティカレッジの一つであり、上記にあるように、サンディエゴ州立大やユーシアスド等有名校への編入システムが充実しており、地元出身の生徒のみならず様々な国から、交換留学生が在籍している。 また、150を超える、純学志望取得プログラムも充実しており、毎年およそ1500を超える生徒が、一般教養、芸術、理数系の、純学志望を取得している。大学内の教授たちは、グロスモント大学自体のレベルや、内向的な生徒たちとは、打って変わり、授業や大学運営に、とても精力的で、アメリカでトップ10に入るコミュニティカレッジだ。 と交互するものも少なくない。ありがとうございます。